モルトダ・フェルトレは、イタリアの画家。モルトダ・フェルトレはあだ名で、本名は、ピエトロ・ルッツォ、ピエトロ・ルーシー、ロレンツォ・ルッツォなどだとされる。ザラートもしくは、ザロッタとも呼ばれたが、どちらも、彼の没した土地、または、画家の子供時代に、下界の父親がザーラに住んでいたからとされる。名のモルトは、血を表す名前であるが、憂鬱な気質によるか、絵画を描くために、 古代の遺跡を発掘して調べたことによるとされる。ジョルジョ・バザーリが書いた芸術家の伝記、画家、彫刻家、建築家列伝にその生涯が紹介されている。現在のベネト州のフェルトレで生まれた。バザーリの伝記によれば、若い頃、ローマに行き、古代のドムス・アウレアなどの地下の遺物、地下室や地下道を観察し、その後ポッツオーリでも古代ローマの遺跡を調査し、 グロテスク様式の装飾を描くのに生かしたとされる。ローマでがフェルトレの作品は受け入れられ、その後、フィレンツェで働き、パラッツォ、パブリコにいくつかの作品を描き、弟子のディコジモフェルトレを育てた。1505年までに、ベネツィアを訪れ、ジョルジョーネと共に働き、1510年頃まで、ベネツィアに泊まった。1515 15年には、故郷のフェルトレに戻って、 いくつかの絵を残した。晩年は画家を辞め、兵士となって200人の軍団を率いたとされる。1519年にダルマチアのザラで死亡したと伝えられる。ありがとうございます。